言いたいです。はい、生きてきた中で一番気持ちよかったです。会長への恩返しっていうのがあるんですけど、第2試合で判定勝利となりました平山龍馬選手のインタビューです。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。はい、試合終わっての、感想をお願いします。いや、本当終わってよかったです。勝って終わってよかったです。はい、こうダウンの応酬になりましたけど、判定を聞いた時ってどうでしたか？いや、もう生きてきた中で一番気持ちよかったです。本当ですか？初めに1ラウンドで2回ダウン取ったじゃないですか。そのまま勝てると思いました？そのラウンドで。いや、思ってないです。倒せると思ってないです。思ってないです。で、2ラウンド目で相手から挽回されましたけど、あの時ってどういう心境というか。なんか聞かされて倒されたってより、このタイミングで倒された感じなんで、別にあんま本当に聞いてなかったんで。あと僕臆病なんで、ただ単純に倒しきれなかった。それが運よく回ってくれたかなと思います。まあ、その中でもこう勝てた自分の中の勝因ってどういうところですか？その諦めなかったとか、そういうところ。とりあえずやりきれないといけないので、お金もらってる以上、まあ、やりきらなきゃいけないので全うしたまでです。顔のダメージ見ると結構ちょっとダメージありそうですけど、大丈夫ですか？今痛いです。はい、今回が、デビュー戦っていう形でしたね。それで勝ちで勝利で飾れましたけど、今後の目標ってありますか？まあ、僕プロを目指したのは、まあ、一つ理由がありまして、まあ、会長への恩返しっていうのがあるんですけど、まあ、具体的に言うと、今の会長に僕はついていったっていう形になるんですね。まあ、それで僕本当に何も取り得なくて、で会長についていったら、お前は金の卵だって言ってくださって、まあ、僕お調子者なので、まあ図に乗って、まあ、やってみようかなって感じですね。じゃあそれで、まあ、今後じゃあまた会長に恩返しするためにもどうしていきたいってありますか？そのチャンピオンを目指すとか、そういうのありますか？具体的に。チャンピオンを目指すってよりかは、まあ、本当に恩返しなので、まあ、会長の目標であることに、まあ、一つでも貢献していけたらなと思います。ありがとうございます。では最後に、今日応援してくれた皆さんにメッセージをお願いします。はい、今回は、まあ、ジムの仲間、ジムの会員さん、家族、友達、まあ、前のジムの方たちがたくさん応援に来てくださって、もう本当に頑張ってるよっていう LINE のメッセージだったり、もう本当にメンタル弱いんで、すごい心の励みになりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では以上で平山選手のインタビュー終了となります。お疲れ様でした。ありがとうございました。